日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発に続きイギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですがコックピット周りが全くダメなのでこれで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでにこの公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが、今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応を、アイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進している、アイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において、非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に、航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も、名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の、出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月に、カタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、
同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も姿を見せた。アイラリス社の将来性には、軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その継戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年、12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、都都によく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、および試電改めを製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、
アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルお呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。こうした数々の逸話を残した不多式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数に止まる。救難飛行艇 US-2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US-2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。